はい、こんにちは。札幌占い美容師さん、橋本です。今日はブリーチ、アッシュカラーで、よくですね、お客さんがインスタグラムの写真だったりとか、あと、Google でね、アッシュヘアって検索していただいて、綺麗な透明感あるカラーとかをね、スマホで検索して見せていただいて、これにしたいっていうのが最近すごく多くなってるんですけれども、やっぱ言い訳する美容師さんが結構多いと思うんですね。で、なぜ言い訳するのか、言い訳ってどういう言い訳かというと、ブリーチ何回もして痛みますよとかですね、痛むからやらない方がいいですよとか、色抜けしますよとかですね、まあいろいろあると思うんですけど、まあ、僕はね結構やっちゃうんですけど、痛みがやっぱり結構出るんですよ、ブリーチって。で、これここからこっち側は2回ブリーチして、こっち側1回のブリーチです。ちょっとね、よく見ていただくと分かるんですけど、すごいパサパサなんですよね。で、濡れるとちょっと爪でこうやるとパチって毛が切れる感じです。で、これぐらいのリスクを背負っていただいて、やっぱりやっていただく必要があるかなと思います。やはりかなり透明感が出てる、まあインスタグラムで綺麗にねスタイリングしてるやつって、乾かしただけじゃなくて最後にスタイリングしてセット剤つけてるので、すごく傷んでなく見えますけれども、実際かなり傷んでるんですね、ベースは。で、今ケアブリーチだったりとかいろいろあるんですが、ブリーチは傷みます。傷まないブリーチってないんですね。ブリーチは絶対傷みますから、一時的にその日だけ傷んでなく見えたとしてもブリーチは傷みます。このぐらい抜かないと綺麗な色って入らないんですよ、実際のところ。同じ色を乗っけた時にどういう違いが出るのかっていう部分ですね、そこをちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、ブリーチカラー、ダブルカラーの技術っていうのは、実はですね、これ皆さん美容師さんじゃない方わからないと思うんですけど、爆発をどれだけ踏んでるかっていうとこなんですよね。色彩学とかもどれだけ勉強してるかっていうんだと思うんですけど、まあ爆発です。一番はどれだけこなしているかっていう部分なんですね。ケアの方に走りすぎてしまうと、やっぱりその場数が少ないので、どうしてもうまく発色しなかったりとか、嫌なイメージがあるんですね。時間がすごいかかってしまったりとか、変な色が入ってしまって、で、次のお客さんが詰まってしまってできなくなってしまうとか、で、時間もちょっと読めない部分もあります、ダブルカラーの場合は。で、この色を入れればこうなるっていうのは大体わかるんですけど、美容師さんの技術レベルの差っていうのは非常にこのブリーチは多いです。時間がかかったりとか、時間がかかんない早くできる人とかっていうのも、これも爆発しかないんです。どんだけ、こなしているかっていうことだけです。とこの色にこれを入れるとこういう発色するなとか、こういう場合はこういう失敗があるなっていうのもあらかじめ分かりますので、だいたい自分がこのくらいの時間で終わるなっていうのを想定できるので、予約も取れるんですけれども、ちょっとまだ慣れてない不慣れな美容師さん、キャリアが長くてもこのブリーチっていうのはあまり関係なくて、キャリアが長いから上手だっていうことでもないんですね。実はキャリアが短くてもこなしてる人にはかなわないんですよ。特殊技術になりますから、まずね理解していただく必要があるなと思います。できない理由を並べてしまう美容師さんが非常に多いと思います。で、ダメージを理解した上でやっていく必要があるかなっていうふうに、思います。あと髪質によってすごいダメージがしやすい方だったり、あんまりダメージなくブリーチカラーできる方もいらっしゃるんです。それもともとのメラニン色素の差で、もともとメラニン色素が少ない方っていうのは綺麗な色になりやすいです、1回のブリーチで。ただメラニン色素が、結構多い、髪の毛が太い方だったりとかは1回のブリーチはすごい赤みが出てしまうので、綺麗なアッシュが出づらいんですね。そういう場合っていうのはやっぱりその美容師さん側もちょっと警戒してしまうというか、その色にはなりませんよっていうのを最初に、逃げ道をどうしても作ります。まあ僕も気持ちは分かるんですけど、逃げ道を作った上でやることが多いと思いますね。僕もねブリーチやってて結構失敗することも多々あります。で、その中で、だんだん爆発をこなすことによって、まあ、経験も、だんだんちょっとできるようになってきたというような感じなんですけれども、本当にもうたくさんやるしかないですね。何回も練習して何回も検証するしかないので、はい。で、まあこのような感じの色にどういう風に色がね変わって乗っていくかっていうのを実際に見ていただいた方がお客さんも分かると思うので、自分の色はこのぐらいだな、じゃあこのぐらいの色が出るなっていうのが分かると思います。今回は、少しね、こっちの色は結構綺麗に入るとは思うんですよ、ここまで抜けていると。で、黄色みがやっぱちょっとあるので、あんまりブルー強く乗っけてしまうと黄色と、色っていうのはちょっとまあ難しいかもしれないですけど、使うカラー剤とこの色を足したイコールが仕上がりの色になりますね。髪の毛に、使うカラー剤ありますよね。そのカラー剤イコール仕上がりの色って形になりますから、このベースの色を考えた上での色を作っていかないとダメなんですね。ですから、こっちの1回のブリーチで、綺麗なアッシュを出そうとする
色ですね、作る色とこっちの、明るめの色に使う、アッシュの色っていうのは全く違うものを使うわけです。それでゴールを、アッシュ系の綺麗な透明感あるカラーにしていくって感じなんですけど、今回は、全く同じ色をのっけないと全く意味がないので、同じ色をのっけたい。はい、これはね、今、先ほどのところにカラーの、先ほどのベースのブリーチのところにですね、このオールディーブの、8のMLA って、ラベンダーアッシュをちょっと入れてみたんですけれども、これ単体ですね。それだけを全体に黒いところにも塗りました。で、今分かれてるのが、ここから右側がかなり2回ブリーチのところで、こっちが1回のブリーチです。で、やはり見た感じ、この1回のブリーチのところってまだ赤みが残ってて、そんなに透明感は出ていない状態ですね。はい。で、こっちの方は結構白っぽくなってるの分かると思うんですけど、これ皆さん、この状態で傷んで見えますかね。すごいツヤあるように見えませんか。ちょっとツヤが出てる感じに見えませんかね。これ、スタイリングするとこういう風に綺麗に見えるんですね。っていう形で、コテで巻いたりとかすると綺麗に見えるんですよ、ぶっちゃけ言うと。インスタグラムのバックショットの写真とかも、コテで巻いてるじゃないですか。で、コテで巻くと乾かしただけだとバサバサなんです、本当は。だけどこういう風にスタイリング剤つけて、セットすると、まあ、それなりに見えるんですね。っていうようにですね、結構ごまかしが多いんですね、実は。なんで、お客さんがそのまま、乾かしただけだとバサバサになってしまったりとか、実はしてしまうんですね。で、スタイリングしたら良くなると。ってことは手がかかるってことだぜ。結構ブリーチしてダブルカラーすると。で、まあ実際ね、こういう風にしちゃうと、まあ綺麗なんですけど、ダメージはかなり出てるって感じです。で、同じ先ほどの、ラベンダーアッシュを入れても、こんだけの色の差があるってことですね。なんで、例えばこっちの方の色味を、求めてるっていう方は、やっぱり2回ぐらいブリーチしないとダメだっていうことが分かりました。で、こちらの方は、まあ、こっちの色でいいっていうのであれば1回のブリーチでいけるんですけど、はい。で、黒いところね、これちょっと光で分かんないと思うんですけど、黒いところ、これ一応8トーンっていう、8番っていうことは8トーンの明るさで、設定してますから、黒い紙に同じ色塗ってもこのぐらいしかならないんですよ。で、例えば、インスタグラムで、あ、すごいラベンダーアッシュの綺麗な色と全く同じ色を使ったとしても、黒い紙にやってもこういう感じにしかならないってことですね。黒い紙の次元にやってもこのぐらいの色しかならないってことです。なんで、まあ、お客さんは分かんないですかね、そこまでもね。カラー塗ったらああいう風な色になるんではないかっていう風に認識してる方も結構いらっしゃるので、実際こういう風に違うってことを美容師さんが伝えてあげれば、まあ、こんだけのダメージを理解した上でデザインを作っていくっていうことですね。まあ、最近はバレエアジュとか、まあね、バレエアジュっていう染め方なんですけど、何がいいかっていうと、髪の毛が100だとしたら、例えば 30% ぐらいしか染めない。で、毛先の方をメインにグラデーションで染めてるので、根元の方があんまり傷んでないっていう感じです。最近の傾向としてはかなり黒い色を残して、そこに筋で、メッシュのバレエアジュがこう来て、毛先が明るいみたいな感じなんで、まあ、最終的に切ってしまえば、まあ、結構ですね、ダメージの部分は取れてしまうので、まあ、そういう染め方の方が僕はいいかなと思います。まあ、そういう感じでアプローチしてあげればいいかなと思います。で、あと、多いのが大体カラーの方がですね、大体まあダブルカラーとカットで3時間半4時間かかるっていうところもあるんですけど、実は2時間でできる方法もあるんですね。ダブルカラー2プロセスになりますよね。で、2プロセスっていうことは2回分料金がかかるんですよ。ブリーチ代と、上にトナーって言ってカラー入れるお金ですね。なんで、まあカラーだけでも1万6000円とか8000円とかって言ってしまうのが、まあ結構そのダブルカラーの料金設定だったりするんですけれども、結構ですね、実は1回で染め、僕は結構1回でやっちゃうんですけど、ワンプロセスって言って1回染めだけでブリーチとカラーを同時にやっていくっていう方法も実はあるんで、そうなれば時間も2時間ぐらいでできるんですよ、カット込みで。っていうのも、できる美容師さんとできない美容師さんっていうのがあるんです。例えば4時間かかる方もいらっしゃいますし、まあ僕みたいに2時間でできる人もいると思うんですけど、そういうふうに技術レベルの差が結構出てしまいます。もちろんですね、時間をかけて綺麗にやった方が綺麗な仕上がりにはなると思うんですけど、まあ時間をかければかけるほど髪の
ダメージが進みます。ですので、時間かけて綺麗に染めたからいいっていうわけでもなく、時間かければかけるほど矯正もそうなんですけど痛むんですね。スピードっていうのは何がいいかっていうと、ダメージを抑えるにはやっぱスピードなんですよね。でまあ放置時間が短い方がやっぱお客さんもまあいいですし、やっぱ時間かかるほどね、お客さん待ってる時間も大変ですし、貴重な時間お時間いただいておりますので、まあ、早くできるというのは一番理想ではあります。ただまあ基本的に言われてるのはダブルカラーやった場合やっぱ3時間半ぐらいはお時間見ていただくのがベストかなというふうに思います。まあ、2時間でやってしまう、2時間でカットカラーやるっていうのはちょっと特例で、まああんまりそういうやり方する方はいらっしゃらないかなというふうに思います。まあ、僕は結構時間がない中でやってるのでどうしてもそういう感じにはなってしまうんですけど、本当はまあゆっくりね、もうちょっと時間かけてやりたいんですけど、まあこのような形に、まあ白っぽくするっていうのと、もう一回ブリーチぐらい必要だったりとかですね、はい、必要になります。まあ大体白にする、ホワイトブリーチするっていうとやっぱかなり時間が読めなくなってくるので、まあ基本的にお断りすることが多いんですけれども、はい、このようにまあ色のベースが違うと、こうなるよってことですね。あとはまあ特例ですけれども、エクステで染め、エクステをグラデーション上につけていって、で地毛はあんまり染めないっていう方法もまあね、そうすればまあ取ってしまえばダメージの部分は取れますので、ブリッジってやっぱりちょっとそのなんていうの、時間がかかる割に、まあ単価は高いんですけどね、最後もしあまり気に入らない色だったら直すのもまた時間かかるし、でお客さん詰まっちゃうんで、まあでも僕はね、できない理由を並べるよりできる理由を並べてやっていきたいなと思ってるので、まあ、日々勉強したいなと思ってるんで、まだまだねこれから勉強していかないとダメなんですけれども、でその上で、オーダーしていただけると美容師さんも、分かりやすい、分かりやすいや美容師さんもまあちょっとね、それだけの覚悟あるんならやってみようかっていう風にもなると思いますし、まあ、それでもねブリーチを進めてこないっていう人は多分、経験値がないだと思います。なので、まあ、どうしてもお客さんがやりたいけど断ってくるって人は多分そのあんまりやった経験がないからできないということだと思うんで、そういう場合は違う美容室を選んだ方がいいかなと思います。はい、まあ今これ見てもね、細かいこと言うと実際これ綺麗に染まってないんですね。ここブリーチの具合によって実はここら辺が明るいんですけど、ちょっとそのコントラストが若干ついちゃったりとかしてるんですけど、こういうのもね、本当はベースすごく難しいこと言っていくと、明るくねすごくこう抜けちゃったところを実はベースのカラー剤でケアして、その上にまたオンカラーしていくっていうかなり複雑なカラーになってきてしまうので、本当に綺麗な発色を出すっていうのは一部分の美容師さんしかできないというふうに僕は思ってます。はい、なんでかなりまあ難しい技術なので、まあ、お客さんがもうすごい、高度なカラー剤を求めてるんであれば、やっぱりインスタで結構綺麗なカラーを出してるサロンさんに行くとかですね、まあ、そういう専門でやってるサロンは値段が高くてもやっぱり上手な美容師さんって本当に、たくさんいらっしゃるので、僕もインスタグラム見ていつもすごい渋谷のサロンなんですけど、すげえうめえなと思う美容師さんがいて、まあ、一回ちょっとね講習受けたいなと思ってはいるんですけど、そういうような上手な美容師さんもやっぱいらっしゃるので、どうやってんのかなとかですね、僕も近づきたいなと思い常に勉強はしてるんですけれども、やっぱり技術差が非常に出ます。ですので、まあ、結構ね髪の毛傷むことなので、しっかり選んで、美容室を選ばれてから行った方がいいかなと思います。これはもう特殊技術だっていうふうに思った方がいいと思いますね。ということで、今日の動画はこれで終わりたいと思います。では皆さん、シェア、いいね、チャンネル登録していただけると非常にありがたいです。はい、これからも頑張りますのでよろしくお願いします。ではバイバーイ。